数多いな。さあ、冷静に見て落合くんごめんな。よし、え、落合くんごめん、あ、そっちだ、ケンタロウくんの勝ち、よしよしよし、いやーです、 YouTube の方はケンタロウ入りました、上司基準の方、上司基準の方、ありがとうございます、クソ野郎が、よしよしよし、何も言えてねえな、まだそうです、そしてですね、ミスさんお願いします、 LINE ライブミスさん、はい、ミスさん、ディベート的には牧野さんの勝ちということで、もうそれはディベート的にはって何ですか、含み何、ディベート的にはってその含みがあるじゃん、でも落合さんがみたいなことあったじゃん、まあ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 、何これ、よしよしよし、これどういう風にやるんか、もう押すだけ押すだけ、持ったこともない人にやらこれ、え、これ持ってやるんですか、マジ死ぬ、血出る血出る、音やば、うわ、え、音やばい、思いっきりやっちゃってない、いや、ちょっと本当にディベートちゃんと見てました、いや、見てました、はい、ネロゲ最後のめっちゃ良かったよ、めっちゃ良かった、2ランクも、でもそれまでが、それまでが、それまでがちょっとさすがに、でもだって実亀が白でしたよ、何だよ、人のこと言えないですよ、亀が白でしたよ、夢のキスグリグリしろみたいなことやってました、当時の試合の、とりあえずもう、はい、受けてください、早く受けてくださいっていうレベルの罰ゲームじゃないですよ、さっさとやってくださいじゃないです、いや無理ですって、やばい、さっさと言ってますけど、マジでこうグリグリプシュ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 これはどれぐらいなんですか、何秒とか、普通にだからあのやったことでしょ、ネジを埋め込むみたいな、いやじゃあ埋め込まれるじゃん、やばい、これが、やばい、怖っ、いや、ほんとにやんだこれ、いや、行かれてますよ、六角だったら、いや、マキのマジで六角ないの、六角、頭マイナスドライバーはやばいって、大丈夫です、きちんと確認してきました、大丈夫です、これは、あ、確認した後がどこにもないじゃん、確認した後がどこにもないじゃん、どこで確認したの、じゃあ、いや、本当にここら辺です、ここら辺です、いや、何にもないじゃん、いや、だからそれだけ大丈夫なんですって、もう時間ないですから、時間ないからやってのやつじゃないんだよ、いや、受け方もやり方も分かんない、分かんない、これ初めて持ってる、俺も受け方分かんない、どうしたら、どうしたら、こう普通の顔して、普通の顔、はい、普通の顔で、ね、だから罰ゲーム受けるの俺普通の顔もうせめてそんな罰ゲームの受け方見たことあるゲームとかで、あ、ててててそうだけど、普通の顔、普通の顔で、ね、ネロ目はあのネジを打ち込むような感じ。じゃあ本当に、なんかその次元の違う二人が混ざっちゃってる。バイクさんと思い込んでる。そうそう。あ、いいっすね。バイクさんと普通に座って。じゃあもうお笑いじゃないじゃん。まあ。で、僕もはい、しっかりシミュレーションしたわけじゃないんで。シミュレーションの後がどこにもない。本当に痛かったら逃げてください。いや本当に痛いの確定してると思う。いや怖い。いやちょっと怖いわ。様子見ながら行こうか、じゃあ。シミュレーションしてないから。してねえじゃん。いやちょっと。あの程度。やばい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 。おおすごい。いやおおおおおお。やばい。本当やばい。本当やばい。ちょっと待ってちょっと待って。やばい。こういうヤクザの報復を見たことない。考えすぎです。確かに。会社でこう隙を見せてるから。アウトレイジでぐちゃぐちゃになるやつ。大丈夫です。大丈夫です。本当に大丈夫です。日本語って言ってる。本当に大丈夫です。さすがに頑張りますね。いや、これ、これ、これ。では、お願いします。はい。はい。ちょっと、やばい音してるよ。いきます。ということで、ディベートは